皆さんこんにちは。ということで「月刊加藤義弘今日は10月号ですね。ということで早速なんですけども天使と悪魔についてねこちら社会全体の加藤先生からのメッセージということでさせてだきたいと思います。

次になんですけども悪魔行きましたので次天使天使からのメッセージということで次は至って真面目な創造性を持ってる人は何やるかって世界変えるために生まれてくるわけですよ。でそれでちょっとディスられたりしただけで自殺ャツしちゃうそんなやつにできるわけないでしょってことなんですよ。 その打たれ強さも絶対必要で、だからそれをこう攻撃する役割にいる人も必要なんですね。必要なんです。よ必要だからまあ一応これやってるのは悪魔ですよ。ディスルってのは本当にね、やっての悪魔に誘惑されてそれをやるわけなんだけども、神ってのは常に悪魔を利用していきますからね。ああそっか。その壁を作ってそこを乗り越えていけっていうふうなことも必要だって。そうなんです。まの前おっしゃってました言ってましたね。それを乗り越えていく人間じゃないと世界を変えるなんてことはできるわけがないっていうね。 まあ要はその欲望っていうのを、えー、非常にコントロールすべてさ,せるさ,されてるわけですねうんすべてそのまああのたぎるようにもされるし押さえ込むようにもされるとこれすべて仕掛け通りに皆さんは動いていくとねあのすべてはあの、まあ、流行りごものも全部そうなんですけどあれすべて仕掛けですからねあの自発的にこうなんか盛り上がったムーブメント的なもったこともないとだってテレビ見たり新聞読んだりするわけでね ててそこに流されていくわけですよで天使の方ですねになりますけどこれ、まあえー、まあそこ今説明した部分とあとの欲望のコントロールって話をしましまたよね欲望をコントロールしていきましょうって話ねで欲望は、えー、叶えた方がいいんですよ、えー、その真実を知ろうとするっていう段階になってくるとこれね和解ということが起きるんですね 若いって何かっていうと誰と若いするのかって話ですよ。ね誰とですか誰と若いします <laughs> それは。洗脳解いた状態は、うん、自分をよく分かるような自分が見れるようになった時っていうのは誰と和解ができてるんでしょうかうんイエーそれあのイエイエイちゃんとその対象の、えー、存在がいますよ。うん あの壊さななきゃダメなんで自分は一回ぶっ壊さなきゃいけないんで、うんこあので、ー、自分に都合のいいことだけ受け取ってちゃだめですよ。ということで引き続きなんですけども、はい、早速、はい、あの天使カード悪魔カードを、はい、引いていただければなとそうです、ね、もう一気にどっちをやるかその時の場会場を決め見て決めるって言ってたんですけど。 これはの天使の方ですね、こ動物あの、かわいい、ね、アニマルなのやつなんですけどね、これがね、うんえー、そうですね。